どうもナオチンです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、大土のユニーク装備を取りに行きたいと思います。行ってみましょう。ユニーク装備の入手方法だけど、まず特定のクエストを特定のキャラクターでクリアする。そして難易度は難しい、もしくは地獄。それで S ランククリアをすると入手することができます。大土を入手するクエストはまずはここ、桶狭間殲滅戦、ここだね。ここを今川くんを使って S ランククリアをしてください。そしてもう一つ、第2章だね。第2章のここ三河騒乱、ここをね、徳川家康で S ランククリアするともらえます。まさかだったね。大土なんで、他のやつかと思ったら、まさか家康でクリアということです。早速行ってみましょう。それでは行きましょう。絶対ね、義辰を使わなきゃいけないと思ってたんで、どうしようと思ってたのよ。ならまさかの家康だったからね、これはめちゃくちゃラッキー。家康だったら、まあ、ヒット数も全然取っていけるし、殲滅できるんで、これは余裕で S ランクいけるでしょう。あと1体か。でさらにもう家康レベル40ちょっとまで上がってるんで、いいんだよね。あー、槍がいる。槍嫌い。よし、いけ。ここでちょっと経験値を稼ぎます。どこだ。義辰使わずに、基本的にはもう家康で行こう。なめるな。さすがに2勝ぐらいのね、弱さだったら余裕でしょうよ。もう下の方か。オッケー、こっちか。いやいや、義辰、お前も同じとこに行くな。同じとこに行かないでくれ。これね、2位でさ、選べたらもう本当にいいんだけどね。2位で選べないんだよな、そいつの行く場所っていうのを。しゃ、いいかな、これで。あー、いたいたいた。危ない。オッケー。はい、どんどん倒していくよ。おお。よっしゃ、倒したそれまで。で、次下か。急げ急げ。もう1万コンボあればいけるでしょう。1万あればおそらく S ランクいってるんで大丈夫と思う。あとはお前たちだけだ。もうないよね。ああ、経験値稼ぎときはよかった。経験値をね、稼ぐタイミングっていうのは結構むずいよね。あ、オッケーオッケー。そこの上は全部取っていこう。いくぞ。あ、嘘、ちょっと待って。もうここで槍がいた。もうやめてくれ。槍がいたらもう動きが止まるんだってば。またいるでしょ、槍が。お前、槍は勘弁して。よし、なんとか20秒そこそこフルで稼ぐことはできたかな。よっしゃ、はい、行くぞ。もう槍の次は縦かい。やめてくれ。もうね、動きを止めるやつは。おお、あ、違う違う、こっちじゃねえよ。こっちじゃないって。ちょっと待って、もう盾はやめてくれ。あとは下か。いいか、そのまま。あ、違う、こっちの横からこう行くわけだな。もう多すぎる。こういう雑魚が多すぎるよ。この戦技の
クールタイムが短くなるようなやつあったっけ。それがあれば結構使いやすいかもな。これの威力を上げるスキルをつけるとかなり強くなったもんね。なので、あ、ちょっと槍多すぎだってこのステージ。でも多分おそらくもうちょっとでクリアのはず。急いでいこう。タイムも絶対 S ランク取るよ。いやー、吉達弱っ吉達弱すぎる。マジか。攻撃力激低だ。まあ仕方ないか、レベルがねまだ15なんで全然取れてないんだよな。わお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 、やられるんじゃないか。お、あ、よかった、家康来た、家康来た、ようやく来てくれた。よし、オッケー。あとは下を倒せばもう武将はいないね。ここで終わりだな。いや、でもまたここ、お、槍ばっかりで嫌だなと思ってたらちょうどクリアしました。なんかあっけなかったね。 S ランクが取れてれば嬉しい。頼むよ、頼むね。あー、そうか、2つ、え、2つ失敗してる、これ大丈夫。あー、よかった、セーフセーフ、よかった。もう全部 S なんで確実です。なんか1個ぐらい取れなくてもユニークが出たこともあるんだよね。きたー。破人大黒天椎かな、なんか、うん、いい名前だね。見てみようかな。これどうなんだ、攻撃力は変わんない。うん、やっぱレベル8とレベル9の違いってだいぶあるんだよな。あ、待って、これさ、攻撃速度が入ってない。この大振りのやつに攻撃速度は絶対いるでしょう。ないとほんともっさりしすぎててやりにくいんだよな。ちょっと俺は使わないかもしんない。ここは自分で作ったやつの方がなんか強そうなので。結構こういうことあるよね、ユニークの方が弱いなっていうのが。アップデートでこれのね、ユニークのスキルがレベルアップできるようになるかもしれないんで、まあ期待しておきましょう。はい、残り7個ぐらいです。頑張って取っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。